はい、どうもピチピチのテクダンと申します。ドラゴンクエスト7実況プレイパート135始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、前回ひどい目に遭いました。なので、強さテクシはまあゴッドハンドのまんま、ちょっとだけね魔法使いしたんですけれども、メルヴィンバトルマスター、まあこれはよくて、ガボも魔法戦士、マリベルのスーパースターが5になったんで、まあ、なんと、ハッスルダンス、ついにね、覚えてくれたんで、これでまあ、いけるでしょうっていう感じで、とりあえず、もう一回、あっこ、クリスタルパレスのとこ、行きたいと思います。もっと上か。下から行く方が、早いかな。意外とこのさ、地球一周、一周というか、こう回ってくるのが、早いからすぐ着くんじゃないかな。ほら、もう近所。近所まで来ることができたよ。これで以上、よし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 。え、どうやって入るんやっけ？よかったよかった、入れた入れた。こうね。さて、じゃあどんどん降りていきましょうか。とりあえずこの階層とさ、最初の、なる表のところ、そこら辺は、あのアイテムなかったっぽいって、ドラゴンコープスは初めてじゃない？で、前回ね、この二軸クジャクに、まあ、やられたわけですよ。おお、間違えた。しまったー。作戦を変えるの忘れてたー。ガンガン行こうぜのまんまだったー。MP が、MP がもったいなーい。やめてくれー。やめてくれー。そらそっちの方が強いんですけれども。マリベルはマリベルガンガン行こうで、ね、その攻撃なんや。あ、もう殴って倒せそうやからっていう、そういうことか。命令させろにしましょう。で、ま、なんとね、ここでハッスルダンスがあるから、いい感じという、そういう感じやね。ま、ベギラゴンをされようと。いや、ハッスルダンスがもう強すぎるよね。いや、でもベギラゴンは嫌やな。だからといって、もうオールオッケーっていうわけじゃないもんね。お、オッケー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 、入った入った。もちろん、オッケー！うん。そんな感じでね、やっていきたいと思うんで、よろしくお願いいたします。え、ここもさ、もうなんもないんやったっけ？ないね、オッケー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 。じゃあ、あっちのお部屋にもなんもないわけや。ただ、あっちのお部屋とかどうやって行ったかをあんま覚えてなくて、こっから、どこに行けばよかったかなって感じよね。はい、オッケー。いいね、ハッスルのおかげでもう、強く生きてるよ。これドアやっけ？ああ、そうか、こっからも上に、登れてたか。一応ね、いろいろちゃんと調べとこう。ただ、こっから上に来て、あれ？ああ、そうか、その辺に出るんか。こんなとこないよね。あったら、レミラーまで調べればいい感じか。よっ。なーい。あ、ないけど、こっからも階段降りれちゃう。降りた先は、あれ降りた先これどこ行くんやっけ？牢屋とかそんな感じ？三角やからわからんなる。まあ、四角でもわからんなってるけど。お？わ、絶対こっから行くんやん。その宝何？最後の鍵、あ、え、最後の鍵なんてあったの？こんなところに。なあこれ、バーサーカヘルム。え、強そう。ちょっと待って、見して見して見して。っていうか、まあ、最後の鍵を。あ、危険ね、オッケー。あ、ちょっと待って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 。最後の鍵があるんやったらさ、それ開け回りにでも、行こうかな。あ、そこの牢屋も開くようになるんじゃない？これ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 。小さなメダルとかないかな？つぼっくー。つぼっく熟練度くれますか？ここにもお宝がないかどうかよね。
2個もあんの？あ、そう。え、敵出る早。あと2個のお宝か。あ、そこ、そこか。ここにまず1個ね。宝くださいよ。小さなメダルとかが嬉しいな。ラス1もさ、つぼっくな気がして仕方がないんですが、それは私だけでしょうか。はい。それやったらさ、ちょっと一回最後の鍵で行けるとこ、また出たり入ったり、みたいなことしてるけど、それちょっと、見に行きたいな。ということで、まあ、一個ずつ探していこうか、ルーラ。謎の神殿にあるでしょ、まず。身に覚えのあるとこから行ってこっか。あと、グランエスタードのところにもあったし、または覚えてない。全然覚えてない。そんなにあったかな？ここでしょ、ここ。おー！ついに！おー！石板はめれるやん。ちょ、見して。ちょ。あ、2枚も持ってる。あれ？あ、よかった、入った。え？でかない？え？まだあんの？じゃあ台座。そういうこと？ああ、なんか、すごい急に、洞窟感があるけど、まあ、サイズ的にはここっぽいね。え、結構いるやん。まあ、あの、カジノのとこでさ、1枚とりあえずもらえるのはわかってるけど、え、まだそんな、あるんや？何らかのところ？石板入れてどうのこうのみたいな？そうなんや。え、なんやろ？どこ行くんやろ？じゃ、とりあえずグランエスタードのとこ行ってみようかな。グランエスタード、フィッシュベルはなかったと思うから、グランエスタード。の、どこに当たるんやろ？お城にもあったかな？なんか。ここ。これ。あ、階段あるね。なんか宝とかありそうじゃない？結構、道が、なにこれ？なにこれ？古びた石のプレートには文字が刻んである。我々がこの美しき無人島を発見した記念にこの文字を記す。この島は楽園だ。水も森も生き物も食べ物も尽きることはない。願わくば世界のすべての地にもこの平和が訪れんこと。あー、なんか、他のとこは、ね、あんな沈んだりいろいろあったけど、ここだけは平和なとこやったみたいな感じか。宝がある。何か入れますか？どういうこと？なんか入れるべき、アイテムが。ガイシャのトゥーラでも入れとく。なんならじゃあ入れることはできるの？世界中の歯は？不思議な木の実めっちゃあるやん。めっちゃあるやん。なんか特別入れれるなんかが、あるんやん。あ、小さなメダル。あれ？あ、そうか、あと一個いるんやん。ちょっとわからんなぁ。まあ、とりあえずなんか、宝箱に何かを入れることができるっていうことが、わかったね。あ、お？あれ？あ、ちゃう、こっから来たんやん。さて、問題は、あとどこにあったか覚えてないっていう、そういうとこですね。これのさ、なんか階段裏のとこ？でも行けたんやったっけ？あ、まだや。オッケー。やった！
賢者の石がもらえるぞ。力の種、いいねいいね。テクシに食べてもらおう。これはプラチナシールド。プラチナシールドってどうなんやろ。お？王者の剣、これまた強そう。ちょっと見てみよう。とりあえず、あれ、力の種は？力の種何個かあったんかな？王者の剣。いや、上がれへんなぁ。メルビン無理。そうなんや。水流の剣の方が強いんや。じゃあ、いる？これ。あと、プラチナ、なんちゃら。どこ行ったんやろ？プラチナ、なんちゃら。プラチナシールド？何やった？あったあったあった。これも、どうなの？あー、テクシが装備できるっていう感じか。ちょっとくしゃみ。くしゃみ出た。ちょっと鼻噛みます。鼻噛みました。あ、力の種、力の種。そうね、命の木の実とかをどう使ってこうな、マリベルに。守りの種とかね。ちょっと迷うなぁ。力の種は4個もある。テクシに全部食べてもらおう。1、3、あ、いいね、いいね、いいね。9上がった。全部で9上がったからもう最強よ。まあ、とりあえずここだけ、とりあえず身に覚えがね、あったんで、まあ、いっか、探すん、ここぐらいで。結局探さんのんかいっていうね。とりあえず、メダル王のとこ行って、あれいただいてこ。賢者の石。賢者の石って、どれぐらい回復量どんなもんなんやろ。よし。83枚。賢者の石。やったー。あと7枚で、メタルキングの盾。それは欲しいよね、メタルキングの盾。いや、しかしあと7枚もさ、ちょっと探し出せる気がしないから。どうしよう、賢者の石誰に持たせとこうかな。ガボにするか。ちょっと待って、胃袋から、賢者の石。待って。オッケー、よし。これで、どうしようかな。一回ちょっと、回復挟んでから。あ、こう、もう一回行ってみようか。再チャレンジね、再チャレンジ。ん？あ、テクシー。ほら、父さんが帰ってきたんだよ。あ、え？あれ？そういえば、さあ、そんなところに突っ立ってないで、もっと近くで父さんに顔見せてお上げ？花もなし。え？本物かな？おお、テクシか。しばらく見ないうちに顔つけが変わったな。見違えたぞ。どうやら今回のことじゃ、お前にも、母さんにもいろいろ心配をかけたみたいだな。その辺なんか語ってくれへんの？まったく漁師が海に落ちるなんて面目ねえことだ。その上、魔物の大群にまで囲まれてよ。あの時は俺もさすがに覚悟を決めたもんだぜ。ところがちょうどそこに巨大な海賊船が現れてな。俺を助けてくれたんだよ。あ、まるでドラゴン。そのおかげで俺はこうして戻ってこれたってわけだ。いや、危ないとこだったぜ。え、よかった。ほら、やっぱり私の言った通りだったろ。この人は海に落ちたぐらいでくたばりゃしないってね。でもまあ無事に帰ってきてくれてとりあえず一安心だよ。父さんは魔物から助けてくれた海賊さんには感謝しないといけないね。本当にマーレおば様の言っていた通りだったわね。さすが貫禄、さすがの貫禄だわ。いや、その時でもマリベル一緒にいたっけ。さすがのおっちゃんも魔物に襲われたのは大変だったみたいだな。メルビンさん感想なし？私がテクシのお父さんになろうと思ってたのにみたいな。マーレさんとお付き合いしてって。まさかそんなこと考えてへんよね。でだ。ということはじゃあアミットさんのセリフだったり変わってるんじゃないかな。あ、大変だよ。ボルカノさん帰ってきたんだよ。この間のあのでっかい船が現れたと思ったら、そこから小舟に乗って帰ってきたんだ。
僕本当にもうびっくりしちゃったよ。ってことはまあ結構前から帰っては来てたんかな、実は。お、漁師さん。ウェイクショイ。魔物が復活したって聞いてからまた風がぶり返してきたよ。え？パピに関して関心がない人もいるわけやね。ボルカノさん生きてたんだな。俺はてっきり。いや、しかしさすがテクシのおじさん、親父さんだぜ。あの人もただものじゃねえぜ。そりゃあね。僕のパパですから。やっぱりあの海賊船なら魔物だらけの海でもぐんぐん進めるみたいだな。ああ、俺も海に出てえよ。あ、そっか、あれで探検したら、もしかすると、あれなんかな、魔物が出えへんのかな。料理出るわけでもないのにこんなところで何してるって？ボルカノさんの話をする人としない人がいろいろ、いはるんやね。じゃあ、あとは、とりあえずアミットさんに声かけてみようか。あ、ボルカノ殿は生きておると信じとったよ。それにしても随分派手な帰り方をするもんだ。いや、さすがはボルカノ殿。あっぱれ！よし、じゃあ、アミットさんに声かけよう。いや、あの洞窟行くって言ったのに全然行けてないけど、まあまあいいでしょう。そんな時もあるよね。よ、アミットさん、今何してる？あそこでお食事ね。よ、マリベル、あなたは言い出したら聞かない子だからもう止めはしないけど、全然ボルカノさんに興味持ってない。マリベルや？ああ、マリベルにしか興味がなかった。あなたたち友達じゃないの？ボルカノさんと。友達ではないんかな、別に。詩人みたいな感じなんかな。え、じゃあ魔物出ないとして、ちょっとさ、試しに、行ってみたいところがちょっと、ある、ので、間違えた。でも船が必要。なんで、ちょっと船で、行ってみようかな。敵出るのねー。魔物まみれやん。もうその辺も、家の近所も。すぐ近くやな。ちょっと右上の方、行きます。いや、大層な移動やな、これ。でかい。こんなんさ、なんか、入れたりするんかな？洞窟やったり、浅瀬みたいなところ。ここ、ここ、ここかな？もうちょい右。浅瀬？あ、無理よね。あ、ちょ、降りちゃったんか。ちょっと！そのマールでドラゴンがあったと思われるそこ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 に行きたい。ここにあったはずじゃないんかな、もともとね。やんね、綺麗すっぽりなくなってるよね。でっかい穴の滝だよな。落ちたら生きて出てくれねえんじゃねえのか。持ってくしたらこんななんもないところでどうしようっていうの。まあね。滝の底には巨大な横穴がある。え、そうなん？え、そっからまたなんか、どっか行くみたいな、あるんかな？いや、まだまださ、結構この世界わからんことがいっぱいあるね。どうしようかな？じゃあフィッシュベルから。もう一回、あのダンジョン、向かいましょうか。ついに、これでね、準備が、やっと、やっと整った、と思うんで、もう一回乗り込もう。三度目の正直。多分やけど、さっきの穴んこあったじゃないですか。なんかあの、牢屋とかが周りにあって、つぼくがいたところね。あの大穴に落ちれば、いいんじゃないかなと思うけど、あの大穴どうやって行くんやっけ？ここから降りて、右側の部屋から行けばよかったよね。賢者の石もまあまあ回復するね。ハッスルほどではないけど。いいやん、いいやん。
もう、え、なんかすごいエンカウント高い。敵が強いなぁ。ずっと効率く息ばっかりしてくる。効率いっちゃう。これで上がって、で、どっちやっけ、分かれへん。いや、なんか違う気するなぁ。こっちじゃない気するなぁ。あ、これ別にもここ宝ないとこや。反対やったか。ここに階段もなし。え、で、これも反対側のあの部屋に行くわけでしょ？ここも、宝なかったところ、ここだ。こっから、下がって、おっきな穴が、ドーンのところですよ。降りたれ！どこー？おー。ずいぶん雰囲気変わったけど、もう入っていいってことよね。あ、でもまだなんか、あれ？なや、そっから出るだけか。どっからでも入れるっていう感じね。え、毒のままみれ、とりあえず宝箱開けちゃう？ラーの鏡。ああ！これ、何に使うんやろ？普通に、装備に使えるわけではないんか。オッケー。いつも通りのラーの鏡ね。敵変わるかな？あ、なんか右のやつが新しい。鋼鉄魔人。強そうやな。とりあえず、ハッスルしていただいて。もうちょっと遅い方がよかったな。ベギラドンとかしてこんかったらいいかな。鋼鉄魔人とかなんか強そうじゃない。そんな早速そんな攻撃してくる？痛恨とか。オッケーオッケー。とりあえず耐えれるか、これで。お願いし、ああ、それでベギラモンゴーンしてくるでしょ。え、メルビ、鋼鉄魔人からやった？先に二軸弱やってほしいな。賢者の石。賢者の石とハッスルの複合技で、いい感じなんですよ。あ、スカラかけられちゃった。いや、激しい炎も怖くない？ダメージでかすぎる。スカラかけちゃったな。まあでも、二人で殴ればなんとかなるかな。よっ。オッケーオッケーオッケー。オッケー、全開よ。あ、ダメだな。もっとスカラかけちゃうの。ガボもちょっと攻撃回っちゃおう。オッケー。あとはこの鋼鉄魔人だけよ。こいつはこいつでちょっと怖いな。なんか、まあ、痛恨出してくるし。オッケー。よし、全開で終われたよ。なんとか。いや、強くなってきてるね。ザコ。されど雑魚みたいな。ドラマな、的なやつって、なんかあったっけ？あ、ある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 。2か。ま、これで楽々歩いていこう。あ、そこに階段あるね。オッケー。こっちは何もなし。おとなしく降りよう、階段。強そう。ナイトリッチ、リッチですね。どんな感じなんやろう。ハッスルが早い。うわー、息吸い込まれてしまった。これは次の攻撃怖いよ。痛恨。そのさ、いきなり痛恨するんやめてほしいよね。怖すぎる。あー、凍える吹雪。万能やん、何でもできるやん。普通の攻撃も怖いし、そういう息系の攻撃、強い全体攻撃だってできるし。もうやめていただきたいよね。わー、息吸っちゃった。ハッスル。いけいけ、頑張れ。オッケー、よかった。ひどいことにならんくてよかった。
よいしょよいしょ。さて、全体的にちゃんと綺麗な建物になってる。あ、これ下か。どうなってるんやろうって思ったけど、下か。魔法陣あるやん。え？何この魔法陣。あ、ダメージ若干減ってるね。1減ってる。意味あるんかな、この魔法陣。まあ、意味がないものとしよう。勝手に。はぁ、いや、なんか普通にどんどん下っていってるだけやけど、いいんかな。あー、宝！よし、いいね、小さなメダル。でもそのうちなんかさ、洞窟みたいなダンジョン出てきそうじゃない？はい、敵。絶対さ、洞窟みたいなのにそのうち繋がると思うんやけど、地下の方行ったらね、え？え？それ玉座じゃない？あ、そっから出れるんや。あ、下もある。あ、あ？なんか天使の像みたいなんがあるけどさ。これ何？なんもないよ。え？あ、押せるやん。なるほど、なるほど、なるほど。これでさ、間違えた！ちょっと！やり直そう。やり直そう、やり直そう。これで正面のあのドアが開くんかな？簡単じゃない？あ、なるほど。動くって気づきさえしたらめちゃくちゃ簡単や。そこの地下も気になるんやけどな。ちょっと覗いてみていい？あ、あー、なるほどね。これで正面と繋がって、いつでも、そこから行き来できるってわけや。なるほど。ちょっと、じゃあその下も覗いてみて、ちょっとダンジョンか確認してみよう。いや、ダンジョンやろけど、ほーら、言うた通り洞窟みたいなのが、階段とその滑り台みたいなのあるけど、なんなんやろ。よーし。よくわかった。それじゃあ、今回は、ここまでにしようかな。次回、また探索していきたいと思います。はい、ということで今回はこのあたりで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。